こんにちは、生体ニコニコスタイルのようです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みなどに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、今日はですね、正しい姿勢によくありがちな間違い、正しい姿勢によくありがちな間違いということでお伝えしたいんですけども、それは何かと言いますと、この背中の筋肉で正しくする、姿勢です。どういうことかと言いますと、座っている時ですね、座っている時にどうしても姿勢がこう崩れてしまうという時に、こうしようと、正しく、これ姿勢良くないのでこうしようとする、こういう正しい姿勢、これは間違いです。本当の正しい姿勢ではありません。なぜかというと、ここが緊張させてしまうので、ここが疲れてしまいます。だからよく長くいい姿勢で座っていると背中が、ここがすぐ疲れてきたりとかですね、あとは腰が痛くなってくる人、そういう人っていうのは、この脊柱起立筋っていうんですけども、ここの筋肉を頑張って緊張させることで正しい姿勢を保とうとしています。で、その正しい姿勢というのは本来は間違いであるということです。だから本来はこの脊柱起立筋を使わずにですね、正しい姿勢っていうのをしたいわけなんです。ではこの脊柱起立筋ですね、これ何かというと、どういう筋肉かというと、こういう筋肉です。背中です。で、これが頭ですね。頭から腰、骨盤にかけてついている、こういう結構背中にあるでっかい筋肉になります。これが脊柱起立筋と言います。漢字がですね、漢字がこれですね、脊柱起立筋、こういう字です。こっちが分かりやすいですね。こういう筋肉になります。で、なんでこの筋肉を使ってはいけないかというと、この脊柱起立筋というのはですね、体をこう反る、こう反る時に使う筋肉なわけです。で、正しい姿勢っていうのは、こう反る、そういう姿勢ではないですよね。ここがまっすぐにスッとなる、そういう姿勢を正しい姿勢と言いますから、こうなっているから、これをこう変えて反ることになってしまいますから、この脊柱起立筋は使わない、そういうふうな正しい姿勢を身につけるといいです。そうしないと、もう背中すぐ疲れちゃいますし、あとは腰痛になってしまいますし、こう反ることではないからです。ですから脊柱起立筋も使わないし、だからといってお腹の筋肉も使わないし、そういうしっかり中の骨で支えられている、そういう姿勢を身につけていかれるといいです。それが本当の正しい姿勢です。筋肉を使う、そういう姿勢ではなくてですね、中の骨を使う姿勢、そのためにはまずしっかり骨が起きてこないと、筋肉はどうしても使ってしまいますから、筋肉をほぐしたり整えたりする、これも一時的にはいいんですけども、根本的にはその中の骨が正しい位置にこうしっかり起きてくるような、対処といいますか、対策をしていかれるといいです。はい、ということで今日はですね、よくありがちな間違った正しい姿勢ということで、この使ってはいけない筋肉ですね、それについて、お伝えしました。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。